ハンバーピック走行車は1950年代から1990年代までイギリス陸軍によって使われた重走行トラックである。この車両は1960年代後期と1970年代初期の短い期間、王立アルスター警察隊によっても使用された。ラックは彼らのハンバーピックをナトーグリーンよりはアドミラルグレーで塗装した。北エルランド問題が 最も悪化した期間、北アイルランドの通りではその治安維持の存在感から特によく知られた。ハンバーピックの内装原型車両は走行車体を持つ四輪駆動の1トンハンバートラックで特注の走行車両の前車が届けられるまで当初間に合わせとして設計されたものだった。これらのハンバーピックは売却されたかスクラップにするために保管された。しかし、 北アイルランドの状況が悪化し、本社は国内の治安維持任務に理想的であると分かったため任務に復帰した。ハンバーピックは後継車両であるアルビス・サラセンより長く収益した。名前の由来はそのボンネットが豚の鼻に似ており、その走行する様子は幾分宣伝にかけたことからこのあだ名を付けられたとされる。これらの改修はハンバーピックを これまでに作られた最上級に攻撃的な外見を持つ軍用車両とし、また北アイルランド問題の永続的なシンボルとして本社を残した総生産数約1700両。ありがとうございます。